阿炎8勝6敗、遠藤9勝5敗。遠藤先場所に続いて好成績です。綺麗な思考の両者ですね。そうですね、はい、これだけでも価値があるんですね。かなりの懸賞がつきました。今場所は満員御礼で大いに賑わっていますが、この懸賞の本数も去年の大阪場所よりはるかに多い数です。その中で阿炎が8勝6敗、そして遠藤9勝5敗。実はこの2人11対3、阿炎が大きくリードという数字が残っています。令和元年の秋場所から阿炎が7連勝していましたが、先場所遠藤が阿炎の突っ張りをしのいで中に入って寄り切りと、久しぶりに阿炎から白星を挙げました。2人が綺麗に、阿炎の足はよく上がります。綺麗な思考ですよね。体も柔らかくていいですけどね、はい、阿炎はやはり、ね、やはり新しい力が下から、ね、来てますんでね。それででもまたより一層頑張らないといけないですよね。遠藤もそうですね。阿炎は去年の九州場所11月場所の幕内最高優勝力士です。あれ、今場所金峰山と当たって一番なんか、そうでしたね、あっという間に出されてしまいましたよね。あの若い力がね、本当に押し寄せていますから、はい。阿炎も8勝6敗で、東の前頭2枚目ですから、もう一番勝っておけば三役返り咲きという目もあるんですが、ただ関脇小結が、まあ、今飽和状態ですから、なかなか厳しい番付になる可能性もあります。まあ、それでも勝っておきたい。遠藤も、ね、あの遠藤らしさが出たんじゃないですか。はい、今場所は、うん、見るだけじゃなくて攻めることもしてますよね。はいはい、見てしまうとそこで攻められてしまうんですけども、うん、でも見るのが遠藤なんでしょうね。なるほど、やはりあんまりで土俵際は残ることはできないですよね。あのサポーターはつけていないのは、ね、はい、こう素敵なことなんですけども、やはり土俵際こう残るところで足に負担かからないようにという仕草が見えるので、なるほど、はい、うん、業者への声援が飛んでいます。ようやく大相撲もこうして大きな声援が飛ぶ時代に戻ってきました。行司は木村庄太郎、ちぐさねずの装束です。ねずみ色、薄い藤ねずと言ってもいいかもしれませんが、軍配を返します。前回しを狙った長い腕、阿炎突き倒しました。阿炎が勝って9勝目、遠藤も9勝6敗。こちら遠藤良かったんですけどね、はい、前回しされて見込みましたね。前回しに手が届かなかったんですかね、はい、5秒74という相撲です。最近阿炎はこう右を固めてこう、ね、肩から当たっていきますよね、うん、で左前回しというふうな相撲が、はい、うん、あ、下すぎたんですかね。あ、そうか、阿炎の回しが上すぎた、下すぎちゃったんで、逆に回しが取れなかったんですよね。なるほど、あとは一気にここね、阿炎、ここね、これはよく見ますけどね、はい、阿炎は今場所白星は伸びてはいるんですが、はい、叩いたり引いたりという相撲が多かった中で、今日は本来の相撲を取りました。
こういう前に出て、ね、はい、いく相撲の方が阿炎は強いですよね、うん、でたまにこう引いたりすることが、はい、こう相手を怖がらせる、やはり前に出た方がいいということだと思うんですね、押し倒しで勝ちました。9勝6敗でさあ東の前頭2枚目、本来ならば三役返り咲きという成績ではあるんですが、いや関脇が来場所5人ぐらいになりそうな可能性もありますし、普通にいけば小結も、まあ、赤隆景が小結に止まり、あるいは、まあ、現状のまま小結が、1人残る、まあ、正代が西の筆頭で9番勝っていますから今土俵に上がってきました。来場所小結に返り咲く可能性があります。